ズマンガだ。あ、もうこんな時間。ゆかり先生、どうしたんですか？ああ、もうイライラするわね。新学期初日から遅刻なんかしたら、またあの教頭の小言が延々と。ゆかり先生、谷崎さん、これで何回目の遅刻ですか？このままじゃ生徒たちにも示しがつきませんよ。皆さん多感な時期なんですからね。って何が多感よ、ざけんじゃないわよ。たくも、ゆかり先生。ああ、もう思い出したら腹立ってきた。先生、先生、終わりじゃん。ちょっと待って、先生とば。なんだ、チェーンが外れただけじゃないですか。これならすぐに。ねえ、ダッキー、先生と一緒なら遅刻も多めに見て。ねえ先生、今日の。間に合った。くそ、チェーンのやつ今に見てなさいよ。おはよう。はーい、みなさん、はーい、私が3組の担任の谷崎です。わからないことは何でも聞いてね。先生。あー、ダメダメダメだってば。スリーサイズは秘密よ。でもスタイルが良くないから言うのが恥ずかしいってわけじゃないのよ。こういうのもなんだけど結構大したもんよ。あはー、もう何言わせんのよ。いやだな、このおしゃまさん。いえ、先生のクラスは隣です。え、ここ4組。はーい、今日から3組の担任になった谷崎よ。よろしく。そうだ、早速だけど転入生を紹介します。美浜千代ちゃんです。美浜千代です、よろしくお願いします。千代ちゃんは10歳だけどとっても優秀なので高校に編入してきました。ガキのくせに勉強できるからっていじめないでくださいね。千代ちゃんファイト。応援するぞ。はい。あ、作りましょう作りましょう、さてさて何ができるかな。はい、できました。作りましょう、さてさて何ができるかな。はい、できました。ってこれ全然料理じゃないですよね。へへ。ちよちゃん、早速教えてもらってるのね。オー、グー、ファイン、ファンタスティック。わからないことはみんなに遠慮なく聞くのよ。はい。実は、実は私が教えてもらった。
泣くな泣くな。ちよちゃん、一緒にお弁当食べよう。あ、はい。小学校は給食だったからお弁当はなんだか楽しいです。へえ。でも早起きして作るのは大変です。え、自分で作ってるの？お弁当なんか運動会とか遠足の時ぐらいですから。しかも結構美味しそう。こいつ完璧超人か。はい、二重橋です。へえ、千代ちゃんは何でもできるな。苦手なものないでしょう。そんな、ありますよ。早口言葉が苦手です。早口言葉？やってみます。バスガスバスバスバスガス爆発ガス爆発発えへへ。あーくそー、かわいいな。もう宿題やってきてないやつ手挙げろ。お前ら今日という今日は許さんぞ。よし、前に出ろ。これからはちゃんとやってこいな。はい。あとあと、あのシーノの紙を集めてるんですが。ああ、はい、どうも。なんか怖そうな人。獣医さん、お花屋さん、ぬいぐるみ屋さん。ねえねえ、坂木さんってかっこいいよね。うんうん、最高。その辺の男子なんかより全然いいもん。そうそう、無口なところがまたいいのよね。お？ん？どうしたの？あ、うん、今何かすごく可愛いもんが見えたような気が。バイバイ。佐垣さん。ん？佐垣さんってどこかクラブ入ってるんですか？いや、入ってない。あの、私天文部なんですけど。天文部？そうです。星のことを調べたり、宇宙について語り合ったり、星を見に出かけたりするんです。あの、もしよかったらその榊さんも。私も？ああ、いえ、別に榊さんがそういうの興味ないんだったら別にいいんです。あの、今の聞き流してください。それじゃあ。誘って欲しかった。
機嫌悪かったかな。喧嘩したのかな。確かこの辺今朝の猫さんだ。あ、来た、こっちに来た。今度は機嫌いいみたい。別にいいんだけど。一度やってみたかったんだ、これ。廊下に立たされるなんてこともこんな時代じゃめったにないからね。よし、ここは記録でも作ってみんなをびっくりさせてやろう。へへへ、楽勝楽勝。まだまだ。これでこそ罰って感じよね。くわ、負けるか。お姉さんなかなかやるじゃねえか。うん、名前は。くわ、やられた。ちくしょう、覚えてやがれ。うわもううるさいな。に勉強で挑戦。よはっ、ほう。無理だと思うな。ではここ、千代ちゃん、わかるかな。あ、わかりません。はい。あ、じゃあ滝野さん。あたしもわかりません。むふん、千代ちゃん引き分け、イエーイ。よし、昼だ。今日はパンだ。パンにしよう。じゃあパン買ってくるわ。私も。私のも。よし、来た。こういう時はあいつ頼りになるな。ほんとほんとゴール。もう買ってきたのか。すごい速さで、タイムは測ってねえよ。ちゃんちゃかちゃーん。挑戦シリーズ第2弾、体育で榊さんに挑戦。シリーズってなんだ。100m 走で勝負よ、榊さん。頑張れ榊さん。頑張ってください。よし、行くぜ。なんで榊さんに挑戦って。榊さん運動神経いいんですよね。何かともちゃんには秘策とか賞賛があるんじゃ。いや、何もないと思う。私より8センチ胸でかいから8センチ下がってよね。なんだそれ、汚いぞ。8センチ。それじゃあ今度こそ行きますよ。位置について、よーい、ドン。あ、ともちゃんが前に出た。時間の問題だ。あ、負けるか。
あ、大丈夫ですか？乾杯だな。準優勝！負けたんじゃなくて準優勝！準優勝！分かった、分かったから帰ろう。準優勝！来い！じゃあナンバー2！ バカ！実は今日からこのクラスに転入生が来ます。今度の新戦力はなんと大阪人です。取るのにちょっと苦労したけどね。大阪人？大阪といえば分かりますか？ぼちぼちでんな。ライバル登場！きっとすっごいツッコミとか装備してるに違いない。ヨミ、なんでやねんってツッコんでみて。さあ、なんでやねん。ゴこれぐらい派手に受けた方がいいかな。なんでやねん。それじゃ机も片付いたことだし、そろそろ紹介するわね。春日さん。じゃあ自己紹介して。はい、大阪から来た春日歩夢と言います。よろしくお願いします。ダメダメ、そんなに気を使って普通の言葉で喋らなくていいから。は？よろしゅう頼みマンガナーでいいよ。そんな大阪でも。はい、よろしゅう頼みマンガナー。大阪の人ってさ、赤信号でも横断歩道を渡るって本当？どうやろう、私は渡らんな。あんまり忙しいの苦手やし。春日さんってあんまり大阪人って感じしないね。もっとうるさそうな人を想像してたけど。大阪人みんながうるさいわけやないから。偽物！偽物？私は偽物？偽物や言われても。じゃあお弁当を見せてよ。それを見れば一目瞭然。大阪人の弁当にはたこ焼きが入ってるはずよ。え、そんな、大阪やからて。え？なんでやねん。よっしゃー！ I was too busy to complete the work. 私、大阪におるときはぼーっとしとるとかよく言われてました。でも転校機会にしっかりせなあかんって思てんねん。しっかり、しっかり、しっかり。春日さん、しっかり、しっかり。春日さん、春日さん、聞いてた？あ、いえ。もうしっかりしてよ。じゃ、大山くん。はい。しっかり、しっかり、しっかり。お、もう終わりか。今日は先生おしまい。おんじゃ、アディオス。やっと終わった。明日からしっかりしよう。しっかり、しっかり。大阪、大阪。ん？なあ大阪、お好み焼き定食って本当にあんの？え、大阪？そうそう、関西人って変わってるよな。お好み焼きとご飯一緒に食べるなんてさ。大阪んとこもそうなの？大阪？私のこと？そう、あんたのあだ名、大阪から来たから大阪。え、そんな安直な。みんなわかった？春日さんは今日から大阪よ。あ、いいよ。オッケー。はい、わかりました。了解。というわけで、あんたは大阪で決定。ま、今後ともよろしく。いつの間にか私のあだ名が大阪になってしまいました。へーです。アズマンガ大王やんか。なんだいきなり。アズマンガ王子はどこにおるん？王子って王様の子供だよな。じゃあこれの前に放送してるやつ？後番組の方じゃないか。そもそも最初から大王ってのがおかしいです。そうや、犯人はこの中におるで。犯人って？この予告がアズマンガ王子なんや。